皆さんこんにちは、ラントリップ編集部のヤリです。今日もナイスラン、スポーツ MC の岡田です。今週も始まりました、ウィークリーラントリップ。桜が咲きそうです。いやそうなんですよ、もうあっという間に。そうですね、3月もあと2週ぐらいですか。はい、うわうわうわ、だってこれ公開したもう翌週が3月最後の土日みたいな。そうですね、ほばりましたねこの前年明けませんでしたっけ。そうですよ、ですよね、うん、気づいたらもうすぐ3ヶ月終わるということで、なんか卒業式めちゃくちゃやってるし、世の中は入学シーズンだし、はい、出会いと別れの季節が。いやそうですね、え、なんかありました。花粉症との出会いが あらありました。出会っちゃって、はい、そうですか。すごい、この土日とかすごいもう鼻水やばすぎて、うん、ティッシュ多分1箱1日で、いや使うぐらい鼻かみました。行くよね、はい、鼻がさヒリヒリするよね。いやそうなんです、これじゃ赤くなっちゃって本当にそこまで気にならなかったんですけど、今年結構すごいなっていう、うん、いやなんか風強い日もありますし、はい、なんかね今日今年デビューしたって話も結構聞きますから。そうですね、対策しないと、はい、薬飲んで点鼻薬やって目薬打って、ワセリンを鼻の穴に塗るみたいなの僕もやってます。あ、マジですか、もうバッチリですね、対策が。もう中学生から付き合ってますんで。あ、そうなんですか。20年選手なんですよ花粉症メンズ2人でじゃあちょっと今週もお届けをしていきたいと思います。よろしくお願いします。ウィークリーラントリップとはランニングに役立つ情報やニュースを楽しくお届けします。はい、 MC 調子のアイテムやティップス、お得な情報もお届けをしていきます。今週のトピックこちらです。ダダン、はい、新製品も、はい、イベントもあります。盛りだくさん。早速なんですが、はい、ニューバランスからフューエルセルレベルの V4 が登場しました。いやーすごい、来たー。いやこの V4 いいっすよね。そうですね、スピード走行を支える軽量性と反発性がコンセプトのこのフューエルセルのレベルから新しいシューズが登場したということで、うん、あの前回と比較すると前足部のフィット感が改善して、うん、ほうほう、転がる感覚とか足抜けを意識した形にアップデートっていう形のシューズになってます。そうなんですね、これもあのもう見た目からさ、そうですね、ちょっとインパクトあるじゃないですか。ありますね。これ自体が V3 もその前からもそうなんですけど、やっぱ評判が良くて使ってるランナーが多い、うん、でかつ今回のこの V4 の四角いミッドソール、はい、めちゃめちゃ目立つよね。ガンダムって言ったらわかる、なんかちょっとね、そう、そうですね、ちょっとなんかかっこいいんだよね。で他のシューズがなんかどんどんこう流線形っぽいっていうか流れるような丸みがある中、四角い、これちょっとね SNS で上がってる時からちょっとかっこいいなって思ったんですけど、やっぱそれで気になっちゃう感じはすごいありますよね、うん、あるよね。これなんか色もいいっすね。男性だと4色展開してて、うん、女性だと2色展開っていう形になってるんですけど、鮮やか。トライオンキャンペーンを開催中でございまして、うん、はい、キャンペーン期間中に対象商品を対象の店舗で買っていただいて、はいはい、シューズがもし合わなかったなっていう場合は、うん、商品の代金と返品時の送料が無料になるっていう。おお、すごい、すごいですね。自信ですね。自信があるからこそできるキャンペーンっていうか。そういうことだよね。手術の性能が良くても自分の足にフィットしないとかってね、足型に悩んでる方は結構いると思うんで、これすごい嬉しいですね。はい。一応対象期間とか店舗に関しては概要欄をチェックしていただければと思います。うん、価格が税込みで16,500円となってまして、はい、メンズとウィンメンズでカラーがそれぞれ分かれているので、いいカラー、ぜひいいカラー選んでいただければと思います。はい、これ、はい、履き心地もね、走り心地もいいんでしょうけれども、はい、お値段。だって16,500円ってことはさ、15,000円プラス税ってことですよね。そうですね。これは本当に嬉しい。自分のランニングの真ん中に来る、うん、いっぱい使っていいシューズですね。はい、いや楽しみでございます。ありがとうございます。はい、さあ続いてが、まあ、イベントの知らせですね。トト県という東京日本橋浜町にある、まあ、ランステとサウナが一体になっている施設があるんですが、このトト県で北海道マラソンの PR ブースがオープンしております。イエイ。珍しくないですか、この大会とコラボしてリアルブースみたいな。そうね、僕よく行くんですけど、こうグッズ、例えばさ、うん、グダーとか、なんかシューズとか、なんかそういうブランドとコラボはあるんですけど、大会は確かに、ね、面白いですね。これ、我々がちょっと様子、潜入してきましたんで、こちらの VTR をどうぞ。
いや、なかなか楽しかったっすね。そうですね、めっちゃ良かったですね。ポップアップが3月の24日日曜日までやってるということなので、まあ、これ見てね、土日で行けるという方、はい、ぜひ突入お願いいたします。お願いします。はい、届けに整ってください。さあ、そして続いて新着アイテムをご紹介していきたいと思います。ラントリップストアに新しく入ったアイテムがスーパーミューズ U の MCS メンズライトスピードリアクトコンプレッションショートタイツ もう1回は言えません文字で補ってください。いや、これ、まあ、ツータイムズ U のトップモデル、ね、MCS、はい、コンプレッションショートタイツの、まあ、新しいモデルですね。ランナーとしてはなんか、まあ、おなじみというか、そうですね、最近履いてる人めちゃめちゃ増えてる。めっちゃ多いですね。レースもそうだし、見かけることが増えてるツータイムズ U なんですけど、まあ、ランナー向けの、ね、スピード重視のコンプレッションショートタイツということで、着圧結構強め、強力かつ軽量にできているということなんですが、はい、コンプレッション自体はね、こうちょっと柔軟にできているというところで、そう、この裏側ですね。そう、これがね、特徴的なんですよ。しかもこの素材自体は温度の状況によって夏場は気化冷却、まずつまり涼しくなってくれて、寒い時期はその水分の気化を減らすっていう、これそんなすごいのみたいな。そんなことできるの、ね、そんなことできるんだっていう、まあ、こんな薄いんですけど、そういう機能が盛り込まれているということで、まあ、本当これタイツ一丁で走る方も、まあ、インナーで使ってももちろんいいと思うんですけど、かなり使いやすさがアップデートしてるということで、この着圧ね、 MCS のその機能はもちろんなんですが、ポケットがかなり裏側も充実してまして、これタイツじゃ珍しいのよね、やっぱり。そうですね、これもうスマホをこう片側から入れて、うん、多分いけるぐらいの広いポッケが1個になってるんですよね。大きな1個の部屋になってて、これも両方2個穴が開いてるんで、割と長めのスマホとか補給食とかも結構ボリューム入れられるんじゃないかなっていう。コンパクトのドリンクとかもこれ伸び縮みからいけるんじゃないかな、かもしれないですね。確かに確かに、まあ、結構収納力のあるタイツとしては珍しいものになってますと。で、右のサイド、ここにね、なんかちょっと細長い縦長のこのスペースがあって、ここもまあ補給食とかいろいろと入りそうなポッケがあって、さらにその内側にジップがついておるんですわ。これここですね。これ俺ほんとね、ジップって1個は欲しいの。あ、わかります。鍵とか、鍵ですねなんかこう飛び出てなくなっちゃったら嫌なものってあるじゃないですか。ありますあります。それがやっぱこうなんかタイツとかのショーツでも、うん、上開いてて着圧して落ちないってやつはいっぱいあるんですけど、ちょっと不安なんですよ。確かに落ちないんだけど、だからなんかこういうジップ嬉しいですね。で、反対側もついてますね、ポッケが。こっちも、あ、左もこっちも。右にジップ付きで、左にもポッケがある。ポッケがあると。あらあら、素晴らしい収納。収納性抜群なので、うん、まあ、これからの夏とかもこれ一つ履けば、そうね、まあ、スマホ入れて、うん、家の鍵も入れて走り出せて、うん、パーフェクト。パーフェクトですねパーフェクトタイプですね。確かに、レースでも収納力があるから使いやすいと思いますし、トレーニングとかね、なんだったらポケットがあるから日常のジョグとかでも使いやすいというような仕様になっておりまして、これラントリップストアのリリース日が3月の21日ということで、もう発売しております。サイズの展開 XS から L サイズですね、メンズで。ちなみにヤーリーどんぐらいで入ってるんですか。僕 M サイズ履いてますね。おお、なるほど、はい、だからそっか、ヤーリーよりちょっとこうサイズ大きめな人、まあ、とは言ってもね、180?6ありますね。だから通常のサイズズボンは L を履くことが多いんですけど、なんかツータイムズだとワンサイズ落として M を履くことが多いですね。US フィットみたいなイメージでサイズ感参考にしていただくといいのかもしれませんね。はい、価格が 13,200 円でございますので、ランドリップストアチェックお願いします。お願いします。おい、はい、で最後はウィークリーチャンスの特典発表です。イエイ、楽しみなんですよ。はい、今週はサジー1のオーガニック7日間トライアルセットを10名様に。おお、10人。10人当てます。すごいですね。はい、これちょっとでも僕も今回初めて知りましたけれども、サジー1ってなってる人がいっぱいいると思うんですけどサジーっていうスーパーフードの一種で、はい、まあ、ビタミン系が結構豊富だったりとか、まあ、鉄分豊富なドリンクになってまして、ちょっと気になりますよね。そうですね、スーパーフードって言われてさ、うん、なんか初めて聞いたし、初めて見た、こんななんかちっちゃい粒のオレンジ色のやつになんか栄養がめちゃめちゃ入ってるってホームページにはめっちゃ書いてあるわけですよ。体にどんな感じに効くのか、うん、まあ、ランナーにとっては必要な成分がなんかいろいろ入ってそうですけど、うん、
スーパーフードって聞いただけでなんか良さそうっていう、なんか海外のセレブが使ってそうなイメージがあるので、はい、うん、なんか良さそうな感じはしますよね。使ってるんでしょうね、もうね、はい、私たちはもうとっくに飲んでるわよ、サジみたいな感じなんでしょうけど、はい、初めて知りました。そうですね、うん、まあ、今回こちらが当たるということで、でランドリップの特典、僕必ず毎週月曜日にこう引くようにしてるんですけど、はい、ちょっと前に、うん、サーティワンの当たってめっちゃテンション上がりました。おめでとう。サーティワン嬉しいね。めっちゃ嬉しいですね。この走ってやっぱ得点がもらえるって普通じゃありえないというか。そうそうそう。ないですよね。普通じゃありえないですよ。だってお金ね、まあ、プレミアム払ってますけど、はい、それ以外は走ね払ってないっていうか、だってマイル貯めるのって走ってるだけですから。そうですね。自分の好きで走らせていただいて、でいいよってご褒美くれるんでしょ。いや、すごいアプリですね。ありがとうございます。本当。でも皆さんも引き続きぜひラントリップのアプリ連携したり、アプリ使ってね走ってマイルを貯めてください。お願いします。お願いします。今週も盛りだくさんでございましたが、はい、はい、引き続き、春に向けてちょっとお出かけの予定があるとか、ね、レースシーズン最後にこのマラソン出るよとか、はい、皆さんぜひ春の予定コメント欄にお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。